えとどうも <laughs> 今日はあの肩甲骨ロックをした時の腕の形について簡単に説明します、えっと、今、見てもらっているロイ・ジョーンズの、えー、構えを見てほしいんですけども肩甲骨ロックして肩甲骨の前傾、外転が強くなるとですね腕が肩甲骨に前押し出されるので 体からこう肘が離れていくような感じになるんですよねでロイ・ジョーンズのような構えになりますねでもう一つ分かりやすいなと思ったのはジョージ・ファーマンですね えーまあ、ベテルビエフとかベナビデスとかマティアスみたいなあのガードが高いスタイルでもデッキはするんですけどもいきなりあそこを目指すとですねあのパンチのこう打ち方が結構難しくて、えー、できなかったりするので最初は、まあ、ロイ・ジョーンズとかですねあのジョージ・ファーマーみたいな腕の構ええー、になるように、えー、やってみるといいのかなと思いますね。 で注意しなきゃいけないのは、この構えを作ろうとすることではなくて、えーまあ、前虚筋と小胸筋、多分あと腸腰筋です、ね、を鍛えて、えー、骨盤の前傾とそれに伴う脊椎の湾曲、えー、またそれに近した、えー、肩甲骨の外転と前傾、ですねこれが起こることが大切なんですよね。なので、えー、つまりこの形から入るということよりも、 おーまあ、これの形を作るために必要な筋力を作ることの方が大切だということですね、そうでないとお、まあ、形から入ってもです、ね、どうしようもないんですよね、えーまあ、現象として起こっているわけではないからですね、まあ、あのパンチ強い人の打ち方を形だけ真似してもそもそものその,そのパンチのまあ動作を生み出している自然な動作を生み出している筋力がないと、まあ、パンチ強くならない。 ですしま、た天才の生活スタイルだけ真似したところで、その人の,この心にある心理構造ですよね、なぜその生活スタイルになってしまうのかということを理解しないと、まあ、そもそも天才になれないということが起こりますよね、それはあくまでも現象として起こっているわけですよ、筋力の強さとか、そういったものが、もしくはこの心の中の構造ですね心理構造がそういったまあハードパンチャーのスイングを作っているのであり、 えーまあ、天才のです、ね、生活スタイルを演繹しているのはあ、基本的にはです、ね、この天才の心理構造、くだらないことというか、好きなことだけやりたいみたいな精神構造が、まあ、天才の、まあ、行動パターンを作っていると思うわはずなんですよね、なので、こう形から入るのではなくて、えー、必要な条件を揃えるというふうに、まあ、考えるべきだと僕は思っています。なので、えー、今 えー、先ほど表示したあ画像の構えにとら、えー、われるのではなくてです、ね、長浜式懸垂とか長浜式のディップ,ィップスとか、まあ、他にもいろいろ動画載せてあるので、それをやってみてそのあの、表示していた画像のような形に近づいていくかということがを確認することが大切ですね。えー、あののの形形を作るのではなくてその形 あの構えを現象として引き起こす、まあ、構造を作っていくということですね、そういう感じで考えて、ですね、えー、まあフォアマンとかジョーンズ、えー、ロイ・ジョーンズのま構えになるかどうかというのを確かめながらやってほしいなと思いますであと、最後、確認なんですけども、あくまでも目安ですね、全拠金で支えられているという自覚があるんであれば、構えはどんな感じでもいいと思います。 なので、えーまあ、形にとらわれるのではなく、基本的に全局員で支えることに集中して、でえーまあ、その目安としてフォアマンとかジョーンズです、ねえー、を見てみるといいかなという,ふうに思います。